ごめん、今回だけ。駅地が危なかったから、どうしてもほっとけなくて。やっぱ、ダチだしさ。これで最後だから許してくれよ。やっぱ怒ってんの？いいんじゃない？え？私怒ってなんかないよ。やっぱり自由に生きてる龍二くんが、私大好きだもん。本当、許してくれんの？もちろんよ。やったー！今のままの龍二くんが、一番素敵だから。龍二くん。え？ねえ、歩こうよ。星いっぱいの横浜の街。知ってる？山下公園に夜中の3時にカップルで来ると別れる話。知らねえよそんなの。あそこ船がある。船ね、行こうよ。俺夢だったんだ、あゆみちゃんとこういうとこ歩くの。初めて会った時から。私も。龍二くん、私のわがまま一つ聞いてほしいの。え？なあ、行きたいとこってどこ？こんな夜更けに。待って、もう少しだから。さあ、俺、結婚しても永吉なんかとつるんでていいかな。やっぱダチはダチだしよ、喧嘩なんかしないと思うし、絶対迷惑。どう、似合う？ああ、最高だ。ねえ、行こうよ、教会に。二人だけの結婚式をあげる。今日、どうしてもあげたいの、二人だけで。ああ、俺たち二人だけのな。本当に夢みてえだ。誰もいない教会で二人っきりで。忘れないよ。私ずっとこの日のこと忘れない。何年経ってもきっと。俺も愛してるよ、龍二くん。忘れないで、ずっとずっと愛してるからね。なに？真夜中で二人で式を挙げただと？出てきて、お前やめて、どんぐらい美味しい思いして、こらー、こんな、頑張れよ、こら。なんだ、エルト。どうしたんだよ、そんなに焦った顔して。知らないの？あゆみ先生が、あゆみ先生が学校やめたって。な、何言ってんだよ、そんなわけはねえだろうがよ。だって、ユキが職員室で聞いたって。いい加減なこと。本当のことよ、伊藤さんの話、本当なの？なんだよ、先生まで人を担ぎかよ。だって俺たちは。あゆみから預かったよ。え？ごめんなさい、龍二くん。私はやっぱりあなたと結婚することはできません。そう、もっと早く気づくべきだった。15歳の君が24歳の私と一緒になることで何を失うか。昨日の夜、服をボロボロにして現れた龍二君を見てやっと分かったの。あれが本当の君の姿だって。青春の一番真ん中に生きてる15歳の少年の姿なんだって。人が人と出会うために生きているのだとしたら、君はもっと多くの人と出会わなくてはいけないから。二人で挙げた結婚式のこと、私ずっと忘れません。ずっと。なんで？それが先生として君にしてあげられる最後のことです。わかんねえよ。さよなら、龍二君。なんでだよ！どうしてそんなこと。関係ねえじゃんかよ。